ビワツボカムリあるいはビワコツボカムリは、ナガツボカムリ属の有閣アメイバの一種。細長い殻は、口が広がり、先端に長い突起を持つ。ビワコに特産する固有種とされていたが、近年はほとんど発見されず、絶滅した可能性が言われる。他方、中国の湖で発見が伝えられている。大型の有角アメイバ。殻の中央はほぼ楕円型で、 先端は細長く伸びて先端が少し尖った円筒形の突起を形成する。殻の口はロート状に広がり、その円は多少波打っている。殻の全長は300から400マイクロメートルに達する。殻の表面には小さな砂粒などが多数付着しており、内部を観察することが難しくなっている。細胞そのものは殻の中央部にあり、核もそこに見られる。 加速を殻の口から出す際は、その形は細長い棒状になる。なお、アミョウは、当初は、ビワコツボカムリが使われたが天気ミスにより、ビワツボカムリが用いられるようになり、その後一世、坂巻島野において再び、ビワコツボカムリに戻すことが提唱された。プランクトンとして観察され、いわゆるプランクトンネットによる、プランクトン調査で見つかる。 ただし年間を通じて見つかるものではなく、その個体数は7から11月に多く、特に3から10月に多く見られる。つまり、夏季に数が多くなるが冬季にはその数が極端に少なくなる。このことは、この種の生活史のある段階をプランクトンとして生活するのだと考えられるが、それ以外の場での生活があるのかどうかなどは明らかでない。岡田他には、 この種が深い底に生息するもので、9から11月に水中に出てくるといった記述があるが、これを裏付ける報告等は、この記述以外に存在しないといい。しかしその象徴から見て、その生活史に浮遊期と定性生活の段階があるのだろうと、一の瀬田は推定している。微和湖において本種は、そのほぼ全域に見られ、ただし北湖より南湖でより多く、また深度においては、 表層より固定近くまで、ほぼ均等に見られた。植生については、微和湖の過去の標本についての調査で、細胞室内に、形相類が数多く見られ、これを餌にしていたと考えられる。形相の種としては、鈴木形相、ステフェノジスカス鈴木糸、S スードセスキで、これらは、小網形相かコシノディスコチカスミマル属の、ものであり、いわゆる中心型。 円盤状の殻を持つ系層である中国での研究では形態に主力があり、同時に生体の観察も行われている。細胞体は殻の中を満たしており、その一端か、あるいは複数箇所で、細胞質の糸で殻につながる。加速を出し、あるいは細胞内にガスの泡を持ち、それによって殻をまっすぐに立てる。二個体が殻口を向かい合わせにくっつけている姿が、 たびたび観察され、これは生殖に関するものと思われるが、優勢的なものか、無償的なものかは判断できていない。ビワコで発見され、ビワコの固有種とされてきた。ビワコは、いわゆる古代湖であり、多くの固有種があるが、プランクトンでは固有種とされているのは本種を含めて3種しかない。ただし、下記のように、ビワコでは本種は絶滅した可能性が高い。 ところが2005年、ヤンシェンが本種が中国に産することを発表した。それによると彼らが様子交流域の遊郭アメーバの調査をしていた中、湖北省の木蘭湖において本種が非常に豊富に産することを発見した。彼らはさらに調査を進め、石膏省の千島湖、それに厚生省の陽湖からも発見した。現時点で本種が確実に生息しているのはこの3つの 湖に限られることになる。琵琶湖のものに関しては、本種は特殊な形態によって、他種とは容易に区別できるとの判断のみが行われてきたようで、ある。中国産のものに関しては、詳細な形態の記載が行われ、他の類似する種との比較検討も行われている。中国産の本種は琵琶湖のそれよりやや小さく、 殻の全長が日本産では300の400マイクロメートルであるのに、対して165から306マイクロメートルとなっていた。しかし、ビワツボカムリを特徴づける、楕円形の殻本体と明確に広がった殻口、それに先端の細長い突起という点が共通することから、これを動詞とヤンシェーンは判断している。一方で、一瀬坂巻島野は、 殻の形態計測に基づいた統計的解析などに基づき、両者がアシュレベルで異なるとの判断を下している。ヤンシェーンは以下のような類似種との比較も行っている。本種は日本の淡水生態学の草分けとも言える河村、民地が1918年に新種として記載したものである。もともとは非常に豊富に産したものであったが、1960年代から 採集される数が少なくなり始め、1973年以降は発見がほとんどなくなった。ただしその後も細々とした発見記録はあり、1981年には生きた状態が観察されている。文献記録では最後になるのが1994年4月14日になるが、この時の標本は実は殻のみであり沈殿していた。 四角が浮上したものを採集したに過ぎない可能性があるという。つまり生きたものは20年以上発見されておらず、絶滅した可能性が高い。ところが、上記のように2005年に中国で発見され、3つの湖で豊富に見られるという。環境省のレッドデータには取り上げられていない。滋賀県では絶滅危惧愛類に指定しているが、やはり絶滅の可能性が高いとしている。 減少の理由として推測されているのは1950から60年代に餌となるプランクトンの形相である鈴木珪藻が減少したこと、固定の養存酸素濃度が低下したこと、殻の材料となる砂流が変化したことが挙げられている。中国においても、上述の3つの湖のいずれもが汚染にさらされており、本種の絶滅が危惧される。ありがとうございます。